ジョルディがすごいいいボールを上げてくれるっていうのは分かってたんで、その中でファンマが勢いも耐えてくれたおかげで自分がフリーになれたんで、まあ、ジョルディもすごいパーフェクトなボール出してくれて、まあ、しっかり決めてることができてよかったです。まずは今日雨の中にもかかわらずアウェーの地まで大勢のサポーターの皆さんが駆けつけてくれて、すごい応援をしてくださって、それは声は出せないですけど気持ちっていうのは伝わってきてるし、ピッチで戦っててもすごいそういうのは感じるんで、まあ、本当に今日は感謝したいなって思うし、まあ、今後またすぐ連戦で F 東戦湘南戦って来るんで、またスタジアムで後押ししてくれたら本当にありがたいと思いますし、まあ、自分たちも勝ち点3っていう結果を求めて戦っていくんで、これからもよろしくお願いします。